音波解析法は、ただ地震火山予知研究者の代表のただめぐみ像が発見したただ法で、地震の発生前に岩盤のすれ合いにより発生する電磁波がジナリオンにより変調された電波を同調して得られる音波を補足し、周波数により震源域までの距離と波高値によりマグニチュードを算出する新たな予知手法で波形を数値化した定量的研究である。 地震の直前に耳鳴りがするという事例がある。これは地震耳と呼ばれる現象で自然界から生じた電磁波が原因と考えられる。調査した結果、虫歯治療で用いられる銀歯を被せたり詰めたりしている人に多く現象が現れることが分かった。ラジオ送信局の放送が近くのガードレールから放送が聞こえるという事例により強い電波から 電気振動が電波されると考えられる。金属物質を身にまとうことにより、アンテナとなり、震源域から搬送された電波を受信して、骨伝導により耳の鼓膜へ電波されると考えられる。私自身も虫歯治療により、銀歯を被せているため、自信耳が備わってしまった。実際に音を補足した日時、音域、音の長さ、音色を3 0ほどを調査した結果、 数日から数週間経過後に地震が発生していることを発見した。低い音では近距離の地震が発生し、高い音では長距離の地震が発生していることを発見し、小さな音では小さな地震が発生し、大きな音では大きな地震が発生していることも発見した。耳で聞こえた音は外部にアウトプットできないため、その記録を証明することができないが、 可視化することができれば、ケーススタディとして、事例を集めることができるのではないかと考えた。耳で聞こえる音は、一体何なのか、仮説を立ててみた。粗密派であるならば、誰もが聞こえるはずで、特定の人物だけに電波するとは考えられないが、電波であるならば、アンテナにより受信することができ、音が含まれているのであれば、同調して抽出することができるのである。 地震の震源域から電磁波が発生することはよく知られている。これは金属物質を含む岩盤がプレート運動や断層運動による地殻変動により動かされ、すり合わされることにより生じるダイナモ理論と考えられる。また地震の前に大きな地鳴りによる音が電波することも古くから知られている。そこで電磁波と音を同時に発生させ、音により 電磁波が変調されて電波となるのであれば地震の予兆を捉えることができるのではないかと考えた。搬送実験は送信側が近くに見立てた鉄アレートグラインダーを使用して電磁波を発生させ電磁波測定器により数値を計測、地鳴りに見立てた音源をパワーアンプにより増幅させ音圧レベル測定器により数値を計測した。受信側は 電波受信機のアウトプットから補足した音を、スペクトラムアナライザーに転送して可視化し、1メートル離れた場所へ電波を搬送する実験を行った。その結果、音、電磁波のみでは反応はなく、音と電磁波を同時に発生させると波形が現れ、送信側の周波数を変えると、受信側も同じ周波数に追従することがわかり、電磁波の届いている位置まで音が送られることを、 確認した。また、グラインダーの停止直前には1 0 0ヘルツから2 0 0 0ヘルツの範囲で1 0 0ヘルツピッチに均等波形が搬送されることを確認した。これは、プレートの停止直前と同じ状態と考えられ、地震の直前に現れる傾向にあると考えられる。東日本大震災以降、余震が相次いでいたことにより、設置した観測機には多くの反応が現れた。 補足した波形の周波数と波高値を数値化して記録した結果、750ヘルツ前後に波形が現れた数日から数週間後に宮城県周辺へ地震が発生することを確認した。周波数を距離で割れると一波長が数キロメートルの長波帯の電波に変調されていることを発見した。標高約500メートルの山の山麓と山頂に観測機を設置し、 同時観測を行った結果、山陸の方が山頂より波高値が高くなることにより地表波ということが分かった。地表波は水中や岩盤などを減衰せず透過することからも補足している電波は超波帯と言える。火山においてはマグマ熱により岩石がキュリー温度に到達することにより岩石内部の金属物質に帯びている磁界が放出され電磁波が発生する。 同時に、マグマの上昇時に発生する低周波音が放出された電磁波を変調し、地震予兆と同じ音を含む電波となるのである。長期の観測結果から100ヘルツ以上の波形が地震の予兆で、100ヘルツ未満が火山噴火の予兆波形ということを発見し、火山噴火においては、角ばった形状の波形が水蒸気噴火もしくはマグマ水蒸気噴火で丸みのある形状が、 流動性のあるマグマの流出するマグマ噴火ということを発見し、地震予兆と同様、波高値が高いほど大きな噴火が発生することを発見した。ありがとうございます。